どうも高井です。無名が有名人になる方法。この本の中にブラウンブックという雑誌を使って有名になった勝氏の話が載っています。1933年8月にミュンツェンベルクトランストに属するパリの出版社カルフール出版からフランス語で出版されたのしきりに、翌9月にはイギリスで英語版が出るなど様々な言語に翻訳されて各地でベストセーラーとなった。この本の特徴を端的に言えば、ナチスの犯罪についての様々な情報の中にソ連の立場を有利にするような全く根拠不明の内容を忍ばせるという典型的なプロパガンダの手法が用いられていることがであろう。ゲストランもこの本が断片的情報、推論、当て推量、ずうずうしい旗に基づくと大バッシングしています。かなり強力な主張を含むブラウンブックの内容に全面的な信頼性を与えたのはドイツ救援委員会に参加した各国のセレブたちであった。特に同会の議長であったマーリー卿はブラウンブックに次のような条文を寄せている。通常組織化されたテロが進行している状況で何が起こっているのかについて信頼のおける情報を手に入れることは困難である。トレーニングを重ねた熟練のジャーナリストでも真実を見つけることは非常に難しいのである。ドイツファシズム犠牲者救援世界委員会は信頼のおける文章を自由に掲載することができた。我々はこれらの文章のうち最もセンセーショナルなものは使わなかった。この本の中でされている全ての記述は注意深く検証されたもので類例の多くあるものばかりである。ちなみにその雑誌の本はここにアルベルト・アインシュタイン大絶賛みたいな今でいう書き込みをしていました。実際はドイツファシズム犠牲者救援世界委員会総称アインシュタインの制作によって出版されており、当のアインシュタインも出版された後に俺の名前使うこと許した覚えねえんだけどみたいな、そんな状況だった。ちなみにアインシュタインとその後面会しドイツ救援委員会からアインシュタインの名前を外すことを申し入れたが、アインシュタインはその必要ないと面会の活動について理解を示して、ブラウンブックは結局アインシュタインからお墨付きを得ることになっちゃったって話です。この方法で有名になるってことは可能ですけど、その著者の力っていうのが有名になって力が値するものかどうか、力があっても有名になったらいいんだけど力がなくて有名になったらっていうことを考えると、あんた自身の力がもしあればこの方法を使ったらすごい力を持つことになるでしょう。ぜひともね、力のある著者にはこの方法を使ってもらいたいです。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。